はい、ボンシュ。さあ皆様、ボンシュールはですね、ガチャガチャでまた面白いものを発見してしまったんですよ。まずはこちらをご覧ください。はい、皆様、今ですね、カメラの前に映っているこちらの商品ですけれども、何に見えますか？男の人の姿に見えますよね。両腕をしっかりと上げて男らしいポーズですね。この作品はこれだけじゃないんです。動かしますよ。こうゆっくりと動かしていくと、そうなんです、今度は男という文字に変わったんです。これすごくないですか？はい、ということで皆様どうでしたか？こちらのガチャガチャ300円します。トリックアートで有名な福田茂雄さんの作品でございます。でこちら福田茂雄さんはもうお亡くなりになっておられますが、他にもですね、全4種類ございます。男性が、男が男の人の姿になるっていうのと、女のね、女という漢字が女の人のポーズになる。ひらがなのあがんになったり、アルファベット A が Z になるという、この全4種類ございますので、たまたま一つ買ったらね、この男性が出てきました。で、見てもらったらわかるように、非常にね、よくできてます。面白いですよね。こう動かすだけで、はい。人の形になったり、またこう漢字になってくれるというね。いや、トリックアートってすごいですね、これ。皆様、もしですね、気になった方は探し出して購入してください。古い商品なのでね、今はもう取り扱ってないかもしれないですけども、興味のある方は、ぜひぜひ。さあ、皆様、本日の動画はいかがだったでしょうか？グッドボンシュー、バッドボンシュー。この世の中はトリックアートで満ち溢れていますよね。ボンシュールも角度を変えると違うものに見えてくるんですよ。おいらベロって言うんだ。